手作りなので今ねちょっと100人ぐらい使ったかなみんな結構あの話せないという人いますよこういうことを医者がなんでやらなくちゃいけないかというとまあありうですよね本流じゃないように見えるけどもでもこれが本流なんですだって薬とか使わないで治すシステムなの自分が作業するときにそのままピッとここに挿しとけばいいってことですねクリップみたいなやつピッてやってこれピッてやっておけばいい <laughs> <laughs> それだけで脳が働くわけいい、ね、前頭前野があの働けば賢くなるっていうのは分かってるから、ねはいうん、あとはもう一個ねこれが今度自作しました 5G プロガードプロガードっていうのはどれぐらいすごいかっていうと、はい、今までで多分ちょっとレベルが違うぐらい<ー>えっとまあプロテクト・アンド・ガードですよね、はい でこれやるとねすぐわかるよつけてみてあ、いいですかこれは今まだこれからのこれから商品にはちょっとお先になってないですこれはプロガードってすごくてねエジプトのアンクからヒントを置いてねあ、これは中にこう導線が入っていてつながってるますねサーキットになって電池波をカットしながら地磁気を自分の周りにやるからすごく楽になるわけですねああ。 これが話せないという人も結構今いて、絶対手作りなので今ね、ちょっと100大100人ぐらい使ったかな。みんな結構あの話せないという人いますよね。あ,<ー>あとクリアになる。あとね、うん、今日ビデオに撮っておいたんだけども、はい、まあ話するとね、これがあるとすべてが幸せになるっていうの、ね、よ。はい、何のどういう意味なのってわかんないんだけど、えー、なんていうのかな、困らない不安神経症の人だったんだけど、不安にならない、満足感が出る。 体だけじゃないから全部に良いなって言ってましたね。そういうこともやっぱり起きるみたいですよね敏感な方はもうどんどんそういうのがそうですね。あとは素直な方がいいかもしれないですね。そうだでね素直じゃないのもね電磁波の影響なの。あそうなんですか素直になるねああコンセントに親を殴る子がいたの相談来たのね。でねじゃあコンセントにこういうの貼ってごらんいたら殴らない。 あとうちに来る人でね薬屋さんが来るわけよすごいのもう骨折したり何々されるの DV なの DV でねで「どうしたらいいですか?」って言うから「コンセントを貼ってごらん」って言ったら DV なくなったの怖いですねやっぱり。これだったらもう優しいかつこれを置いといたのねで置いといたらその人が DV する人が「 勝手にこれをつけたんだって。そしたら、ますます、もう、ものすごい仲良くなった。これぐらいねだからね、夫婦喧嘩はね、電磁波ですよ。あと磁気不足、生体磁気不足。だから、まず奥さんが、とか旦那が、とか言って、よく取説があるけども。それよりも、電磁波ちゃんとやった方が、あの、よくなりますよ。ぜひ。夫婦仲供もね。そうですね。まあ、夫婦仲は、本当に良くなる人が多いね。 コンセントとか電磁波対策してねやっぱそのお家の中の電磁波だったりかがもうそのお互いをこうギスギスさせてしまうそうそうイライラするもの,あ、ね、あのやっぱり w i f i でイライラする人いるよね<ー> w i f i やめたらよくなる人とかねなか今ねだから w i f i あかんやろうなと思っててもやっぱりそれがないと生活がやっぱりままならないそうそうところがあるのでだから w i f i にペタッといって,ってい、うん、で w i f i が出る電波が、はい 人体に悪さをしないだけじゃなくて、ある程度人体を快適にする方向性を持ってくれる、ね。うん、それがすごいですよね。うん、要はそこを守ってくれるそれ、そういう守ってくれるような電波に変えたいと。そうすると、うん、外から隣の家から来る Wi-Fi に対しても自分のとこの Wi-Fi につけることによってガードができたりするんじゃないかというふうな考え方をしてますけれども、うんうん、まああの証明するのはなかなかね難しいですけれども。 もうそういううそそいがあまたと連絡すすからねでよだから、あのー、こういうことをや医者がなんでやらなくちゃいけないかっていうとうまあありうですよね本流じゃないように見えるけども、はい、でもこれが本流なんです。あ<ー>だって薬とか使わないで治すシステムなものそうなん。ですよね、うん、だから薬使ってる人が偉いわけじゃないのよ。うん薬を使わないで病気にならないようにするシステムが偉い。私が そういうシステムが大事なの。<laughs> うん、それを考えていくと、うん、儲からないんですよね。<laughs> でもこんな一1枚貼って病気治ったら、<laughs> まあね、薬使わなくていいから、<laughs> はい、患者さんが来なくなるわけです。あと、薬をもらわなくなるから、今度薬屋さんも困るわけ。でも、先生とこう、たくさん患者さんもいらっしゃいますしね。うん。まあ、あのー、どういうふうにこれから進んでいくか。そうですね。完全にはやめれないと思うから、折り合いよく。それとも、あの、もう一つはね、 薬を飲んどってもこういうデンジャー対策すると薬の効くが良くなる。はいはい、もう十種類飲んでた人がうちで二種類とかになった人いますね。普通にもう精神科の患者さんでね<ー>もうドロドロなの。もうもうこんな顔してるわけ。<ー>デンジャーだから薬が効かないの。<ー>もうどんどん薬安定剤を飲まされる。でも今度デンジャー対策したらちょっと効き,き始めたりする。それがいいですよね。その薬が、うん だからどんどん積み増しじゃなくて減らしていけるっていうのが、そうそうつまり気が流れないのにどんどん薬あげても余計悪くなってあのしてしまうから、ね、気が流れるかどうか。僕たちはあの石ころじゃないんですよ。生きてるんですね。ねあの生きてるので命が流れてる。その命のことを。 まあ一つは物質的に言うと、はい、いわゆる生態源流、はい、生態磁期ですからねうん、うん、それがまあ意識とも関係してますから、はい、そこを気を抑えていかないことには、はい、昔はねまあ気候とかありましたけど今はもう気候では無理です。うん、無理ですくら気候やってもね、うん、それを超えてるね 5G とか 4G はレベルがすごいもう突き刺さってくるようなレベル。う、はい、うんそういった面であの ますます頑張らなくちゃいけないなと思ってますね,すね、はい、だから勉強量もすごいですよ勉強量<ー>研究量いや先生の本当お話聞くだけでもすごいなと思います、うん、もうだってね診療もされててプラスこういうのがね、うん、どんどんできますしね先生ねなぜかというと治らない人いたら治すものを作らなくちゃいけないだから物あ,<ー>ありきじゃないんです物、うん、ありきじゃなくて困った人ありきでそこにどういうことをしたら その人がせだから僕なんかは非常にものだけじゃなくてね例えば意識を変える方法とかとことのか事とかカタカムナとかほうポノポノとかねやはりそういったものを使いながらねやはりバランスって大事だからね使えるものは皆使う人が幸せになって健康になって病気が消えるものならばそれが現代医学だろうとな何であろうが効くものを優先していくっていう形。 あと聞かなかったものを現代学を聞かせるように蘇らせるっていう面では、非常にあの否定しているものは一切ないです。そうですね。うん。何かを否定するってことはねよくないですよ。うんうん、よくね政府とかを否定する人いますけども、すべ、はい、てを否定しないっていう心がけ。うん、それがねやっぱりデンジャーに対する心がけでしょうね。<ー>デンジャーもね、えー、悪いもんじゃないです。 私たたちの生活豊かだノイズが多いあまりにラッシュに作りすぎて技術がノイズをカットすることを忘れてすぐに使えるように便利な便利でも僕らはいかにピュアにしていくか汚れのないものを作る汚れのない電気を作る汚れない磁場を作る汚れない人間に自分がなるそういったことをね徹底的に今後やっていこうかなっていうのがね私のまあ。 こっちのやり方だと思いますね。はい、ありがとうございます。えっと、今日は、えー、電磁波のことについて、丸山先生にお話をいただきました。まあ、これからどんどんね、うん、電磁波っていうのは、なくなることはまず。ありませんのでね、でうねうん、こういういろんな先生のグッズとか、もう本当にこう、ピュアにしていく気持ち、素直な気持ちっていうの、を今日教わったんじゃないかなと。ね、はい。まあ、思、はいます。うちの部活ったやつ、だけがいいっては言いません。あ、はい。世の中にもいっぱい、いいのがあります。はい。自分が適宜、試してみて。うん あのおやりになった方がいいっていうのは間違いない。はい。まあうちのやつはどっちかって言ったらもうその場で患者さんに毎日やってますから、うんね、あのまあ健康器具っていうよりはね、はい、本当に目的は治すっていう目的。<ー>うん、それがあの基本になって作ってるもんだっていうのは、ねはい、まあありますからね。わかりました。うん、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。